阿部梨香と山崎エリーのミックスボイスガレッジ。みなさんこんばんは、阿部梨香です。みなさんこんばんは、山崎エリーです。ミックスボイスガレッジ第9回が始まりました。気づいたら私たちがシンガポールから帰ってきたら12月だった。なんかさ、ちょっとよくわかんなくなっちゃったよね。おかしいですよね。帰ってきたら、え、あれ、しかもなんか超寒かった日だよね。寒い日でしたね、うん、それからまあなんか 2,3 日経ってちょっと暖かい日もあって、うん、でもあの日は寒かったですね。寒くて翻弄されてて、だって私未だに引きずってるからね、シンガポールに濃厚すぎて、うん、楽しすぎましたね。いや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 、メールもね、シンガポールの、うん、そうそう、あの聞かれているメールもあるので、うん、そこでまたみんなにお話できたらなって思います ね。 ね、はい、うん、それではそろそろ始めましょう。ミックスボイスカレッジスタート。それでは最初のコーナーはふつおた。はい、こちらは皆さんからのメールをご紹介するコーナーです。ーい、まずはラジオネームアイダホさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。リカさん、イリーさん、こんばんは。こんばんは。前回の放送見ましたよ、うん、リカさんのスムージーは衝撃的な色でしたね、うん、でも入れてるものを考えると、うん、決して体に悪いものは入っていないので飲んでみたい気もしました。ね、はい、うん、さてシンガポールでのフレーマームズガールのイベント、お疲れ様でした。お疲れ様。現地には行けなかったのでお二人の土産話を楽しみにしています。ご当地の美味しいものなどは食べられましたか、とのことで。そう、もうね、盛りだくさんで、うん、シンガポール、うん、ね、行ってきましたよ。何から話そうって感じありすぎて、うん、私たちは3泊4日で、うん、結構ゆっくりとね、うん、長期で滞在したんだけれども、はい、うんうん、あの最初はライブがあったりとか、1日目、ね、うん、でもなんか、うんうん、なんだろう、忘れられないのがね、2日目にまあトークありのメインステージの後に、はいはい、結構こう、まあ、100人未満の現地のね、うんうん、ファンの方を引き連れて、うんうん、なんか会議室みたいなとこに移動してお渡し会をね、はい、したんだよね、はい、こうお菓子の、日本のお菓子を、うん、あの皆さんが持っている、うん、なんだろう、紙袋というかバッグみたいな中に入れるみたいな、うんうん、そう、広げてもらってね、超接近戦でなんか私そこでね、やっぱ毎度の子と、うん、こうエリーちゃんとみんなをこうさ、お見送りした後も、みんな気をつけて帰ってね、私この後さ、エリーちゃんとデートだから、じゃあねみたいな感じでちょっとこうね、いろいろ好き勝手やってたら、男の子のファンの子に、うん、エリーさんとのデート楽しんできてください、でも写真は絶対あげてくださいみたいな感じで、片一回 OKOK 任せろいと、もうすごいウィンウィンな関係だし、あげたからね、私実際にね、だから果たせたなと思って楽しかったよね。そのイベントもちろんすごく充実していて、うん、であの2日間も FAGIRL の関連の、ね、うん、トークだったり劇場版のお話だったりもしてたんですけど、うん、やっぱり観光がすごかったですね。楽しかった。結構もうさ、うん、網羅した、網羅しましたね、うん、だった。あの結構短い時間の中でつめつめっと、うん、ね、組んでいただけてね、はい、いやいやいや、あれはあのあれですよ、滝、滝植物園ね、物園、うん、初めて行きました。私もあそこ初めてだった、うん、なんか、うん、壮大なテーマ、私ずっと動画回してたもうなんか本当にデート気分でなんか
FA ガールのさスタッフの方もね協力してくれるのよ私の私利私欲にこうすごい煽り気味でねもう好きってなりました、みんな大好きありがとうってだってブンブンしてた。だいたい後ろ振り返ってリカさんどこいるかなと思ったら、うん、後ろで動画回しててだから並ばないんだとそうなの常にねエリちゃんこれ見てってみたいなのがよくあって、うん、でその中でもその植物園の外に出ると、うん、また別のなんて言うんでしょう、あのなんかこう木みたいな、うん、なんて例えればいいんだろう、あれ何なんだろう、オブジェ的な目玉だよね、うん、なんかもうクリスマス仕様に完全になってたから、うんうんうん、その暑い中でのクリスマス、はい、あの時間なんだったんだろう、ショーか、そうですね、ショータイム始まったりで、なんか感覚的に不思議だったよね、不思議でした、うん、あイルミネーションもそうですし、うん、半袖の人たちがクリスマスを楽しんでて、うん、でポインセチアが咲けないから、うん、カボカだったね、うん、こう周りに敷き詰めてたりとかいう道もあったりして、うんうんうん、なんか不思議な、そう雪もさ、雪も演出としてはね雪降らしてたんだけど、うん、泡だったね、泡でしたねすごい浴びてる人いましたもん、あこれそう、これガーデンズバイザベイ、うんうん、これだ、バスからも見れたとこだ、いやあそこ行きたいって言って、うん、そうそうそう、綺麗でしたね本当に、うん、ご飯もね近くで食べたんだけど、ご飯も美味しかった、美味しかったな、シーフードがな、シーフードも美味しかったし、うん、あと味付けもすごく、なんだろう、日本人好きだよね、好きですよね、うん、なんか、うん、エリーちゃんが、うん、あの口に刺さった肉、あれをもぐもぐしてて私は可愛いなと思ってあれが一番好きでした、ね、美味しそうに食べてたね、うんうん、なんか甘いんですよ全体的に味付けが、甘いですよね、うん、だから食べやすかったのかな、うん、そうそうそう、だったりかき氷が出てきたり、かき氷が、あ、コーンが入ってました、かき氷の中に、そう前日夜に、はい、私も弾丸で行ったんだけど、その時も、うん、コーンのかき氷あって、なんか、うん、甘党がやっぱり多いのかな、シンガポールの人、だからなんか、うん、シャキシャキしてて、そう、ね、食感が、うんうんうん、なんだこれと思って、私かかってた、ね、2日目に食べて、デリカさんはもう初日、うん、イベント初日の日に食べてたので、うん、知らなくて、うん、何これ何これみたいな感じで食べて、そうそう、うん、斬新だなと思って、日本にあんまないから、割といけた、溶けたら冷製ポタージュとか、ね、飲み物になって、飲み物になるね、食もあったし最高だな、 あとは最後にあのシーラカンスって言いそうだなるほどね、マーライオン、マーライオン、マーニーことマーライオンエリーちゃん初のねえ、よかった、間に合って、間に合いました、いやオールタイムで見れるんやっちゅうのねえ、でも悪い大人が、そうなんですよ、うん、フレーマムズガールのスタッフさんと、うん、リカさんと、うん、リカさんのマネージャーさんと一緒になってね、みんな、うん、なんかこう当たり前のように、そうちょっとね、あの時間がマラヨンもあのいなくなっちゃうから、ライブおっしゃってさ、門も閉まっちゃうし、うん、ちょっとまずいな、帰っちゃう、帰っちゃう、水の中にっつって、シフト制だからさマーライオン急がなきゃっつって、今出てるお兄ちゃんで弟いるかなみたいな、そうそうそう、すごいね、あの瞬発力ででっち上げてだからなんかみんな同じこと言うから、うん、あ本当なんだと思って、うん、でいざ行ってみたら、うん、あいたとか思ってほっとしちゃって、うん、本当でもあのザマーライオンまでにいたよね、うんうん、フェイク、あの方はどなたなのかしらね、あれなんですかね、結構至る所にいましたね、いてね、うんうん、マーライオンらしき、あの親族の方々が、親族の方々もいたし、うん、あと、うん、あのもう象の置物で象の、うん、頭の部分からペガサスみたいに角が生えてた、生えてるやつなのに、うんうん、もう見た目全然象なのに、うん、こちらです、そうマーライオンです、こちらです、そうです、いやゾウって思ってあのあのエリーちゃんが珍しくツッコミをねむしろゾウって言ってすごい新鮮だった、エリーちゃんにツッコまれてもう大人はね悪ふざけしてねエリーちゃんがこうコロコロ表情が変わるのが嬉しすぎてもう楽しかったな、あの一日で何回かフェイクを確
かけられました。油断したらね、油断しました。即フェイクだからね。もうタピオカ以来のフェイクが、もうつきものですね。いや、夜景も堪能できて、はい、写真も動画も撮って撮ったし、いや、いや本当にお腹いっぱいだな。充実した3泊4日でしたね。ねー、楽しかった。楽しかった。また行きたい。うんうんうん、じゃあ、はい、お便りまだ行けますかね。うん、あ、行けます。じゃあ紹介します。はい。